皆さんこんにちは、イフ奥村とイフトマツです。本日なんですけども、こちらのハイエースイフのカスタムコンプリートのブラックカスタム、その他もろもろたくさんカスタムされているハイエースになっているので、トマツさんに詳しく紹介してもらおうと思います。それでは VTR スタート。それでは今日のハイエース、はい、車はハイエースダークプライム2、はい、ミクディーゼルのお車になります、はい、パーツいっぱいついてるんでご紹介したいと思います、はい、まず前回りなんですけれども、はい、グランドのボンネットパネルとフェンダーパネルがガッツミラーレス、はい、あ、そうですね、なんか自然すぎて気づかなかったんですけど、言われたらそうですね、高さを合わせるパネルですね、はい、パノラミックビューモニターついてるんで、はい、車検ももちろん OK です。じゃあ安心ですね。はい、リグニティ、はい、二眼、はい、LED ヘッドライト、はい、シーケンシャル、はい、で流れます。流してみます。流してみましょう。でシーケンシャル、はい、でもちろん点滅にも変更できます。で今これデイライトになってて、はいはい、ロービームハイビーム、はい、フル LED になってる状態になりますね、はい、ブラックカスタムをしてるので、はい、グリルはつや消しの黒、はい、アイデンティティ、はい、フロントリップスポイラーがついてる形になって、こちらシーケンシャルなんで、こちらもハベストさん、はい、ウインカーミラーですね。あ、連動してるんですね。横回りなんですけれども、今回2インチローダウンでダイラスベルベット V7 の20インチのアルミホイル、カラーはハイパーブラックになってます、はい、あとは、まあ、ブラックカスタムでメキ部分はつや消しの黒を入れてまして、アイデンティティのサイドステップ、はい、アイデンティティリアアンダーっていう形でカスタムをされてるんですけれども、今回後ろはねちょっとまた違うパーツがついてるんですよ。後ろ回りなんですけれども、はい、まずアイデンティティのリアウィング、はい、バレンティさんのスモークのハイマウントランプ、はいはい、ブラックカスタムになってまして、コブラさんのシーケンシャル、はい、でこちらもスモーク今回選ばせてもらってます、はい、こちらヒッチメンバーですね、はい、純正バンパーなんでこのように取り付けができるんですけれども、はい、ジェットを引っ張ったりとか、はい、いろいろできるように今回お客様のご要望でヒッチメンバーの取り付けをさせていただいてます。あとマフラーカッターですね、こちら現部さんの商品になるんですけれども、はいはい、マフラーカッターが付いてる状態になります、はい、まあ、ブラックカスタムなんで、はいはい、かっこいいです。結構ねブラックカスタムってお問い合わせも多くて、うんうんうん、うちのちょっと定番でもあるかなと思うんですけれども、はいはい、でも結構ちょっとパーツを追加してるんで全体的にまとまった感じに仕上がってるかなと思います、はい、内装、はい、後ろからいきたいと思います。はい、お願いします、はい、まあ、カスタムコンプリートパッケージなんで、はい、今回もちろんベッドキット、ベッドキット、はい、イフのベッドキット4枚のタイプですね。でもちろん高さ調整、はい、高さ調整可能になっております。です、ね、いつものカスタムコンプリートと違うのは、うん、今回ちょっとフローリング施工追加でさせていただいてます、はい、本当ですね、はい、もちろんイフのフローリング施工してもこのカスタムコンプリートでベッドキットっていうのはそのまま取り付けすることができるようになってるので、うん、はい、今回ちょっと選んでいただいて、カリン黒ですね、はい、定番のカリン黒、はい、一番人気です。結構内装がどうしてもダークプライムって黒いから合うんでしょうね、うん、そうですね、暗めの木目みたいな、そうです ね今回黒に合わせてシートカバーも後で説明させてもらうんですけど、はい、白ステッチ、はい、黒白ですね、はい、もちろんルームランプ LED がついてまして、はい、ここ出ちゃってるんですよこれ。そうですね、はい、これは DC ワッツさんの B ピラーのスピーカーを取り付けさせていただいてます。後ろ回りはそういう感じですよね、はい、横から前回りいきましょうか。さっきフロント回りいきます。はい、お願いします、はい、パッケージとしてシートカバー、まあ、3D バケット定番ですよね、はい、そうですね、がついてまして、はい、アームレスト小物入れ付きですね、はいはい、フロントカップホルダーですね、はい、コンビハンドルとか純正の設定になってるんですけれども、はい、今回はもうインテリアパネル、はい、まあ、これもカスタムコンプリートの中に入ってるタイプになります、はい、まあ、もちろんマホガニーで統一させていただいてると、はい、今回、まあ、カスタムコンプリートって通常7インチのナビが設定されてるんですけど、はい、グレードアップでアルパインの11インチですね、はい、ついてる形になります。アルパインのデジタルインナーミラー、はい、こちらも取り付けしてます。こちらの方は12インチのタイプで、はい、交換タイプでもちろん前後ドラレコ駐車監視、はい、全てついてます。へー、アルパインの初めて見ました私。ほんまですか、はい、最近結構ちょこちょこありますよ。
それもあるんやと思って今見てました、はい、で12インチなんで、はい、今までのコアプラスさんとかのやつよりもちょっと幅が広くなってるタイプで人気のものになってます、はい、バッグ入れてもらうとちゃんとカメラが映るのと360度、はい、で切り替えボタンでバックのみっていうこともできます、はい、こちらの純正カメラ、はい、押してもらうとフロントカメラこちらは横、はい、全て映るようにきちっとさせていただいてます、はい、横行きます。はい、パワースライドドアですね、オプションで付けてるタイプになります、はい、もちろんシートカバーとリアデッキ、はい、テーブルが付いてるのとこちらも変更でアルパインさんの 12.8 のフリップダウン、はいはい、もちろんダークプライムなんで取り付け糸も全て黒いタイプっていうので準備させていただいている形になります、はい、ベッドキットもね高さも調整できるんですけれども、はい、フラットになるので、はい、車中泊ももちろんしていただけると思います。以前紹介したハイエースにねここクッション入ってたのがあったんで、そうです、バックパネルの板があるので、はい、この中に入れていただいて、はい、荷重乗せても大丈夫なように、はい、そういうこともできますんで、まあ、おそらく皆さんこのまま寝ないと思うんで、うんうんね、何かこう下に引いたりとかすると思うんで、そうですね、うん、全然気にならないかなと思います、はい、やっぱり広いですよね。このなんかシート分も入れたら本当レゴシートと同じぐらいあるんじゃないですか。そうです ね、 ね、うん、それぐらいの長さはじゃあありますよね。ありますよね、うん、人数的には5人乗りで OK で車中泊できてベッドが欲しくて荷物が乗せれるっていう仕様であれば、はいはい、こういう形でカスタムコンプリートでご購入いただけたらなと思いますんで、十分寝れる広さがあると思います。はい、いかがでしょうか。イフーのカスタムコンプリートはたくさんのパーツが揃っていて、ハイエースをカスタムするのに何を選んでいいかわからないお客様にとてもおすすめのパッケージとなっております。追加パーツとかもおっしゃっていただけたら専門スタッフがおりますのでいつでもご相談いただけたらと思います。はい、何か気になることや質問等ございましたらイフーの方へお気軽にお問い合わせいただければと思います。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。